ヨハン・エレアザル・ザイシッヒ、ヨハン・エリーザー・ザ・ジグ、1737年11月7日から1806年8月23日は、ドイツの画家である。風俗画を描き、陶器のデザインもした。フランスで活動した時期から、故郷、ザクセンのシェーナウにちなんで、ヨハン・エレアザル・シェーナウと名乗った。ドレスデンの美術アカデミーの校長を務めた。 ザクセンのツイッタウに近いグロシェーナウで貧しいダマスク式職人の家に生まれた。父親から教育を受け、早くから絵の才能を見せると、12歳の時、ドレスデンに送られ、法律家の事務員をしながら絵を学んだ。ドレスデンの宮廷画家、アントン・ラファエル・メングスの弟子たちに援助されて、宮廷の美術学校で学ぶことができた。最新費は、フランス生まれの宮廷画家で、 美術学校の校長、ルイド・シルベストルの息子、シャルル・フロンソワード・シルベストルに学んだ。1754年にプロイセンとフランスの間に7年戦争が起こり、ドレスデンがプロイセン軍に占領されると、最終ヒはシルベストルとパリに移った。パリには1770年まで滞在した。フランスの王立絵が彫刻アカデミーで働き、特にドイツ生まれの画家。 半画家のビレの下で働いた。当時のフランスの指導的な芸術家たち、フランソワ・ブーシェ、ガブリエル・フランソワ・ドワイアン、モーリス・カンタンドラ、トゥール、エドム・ブーシャルドンらと知り合い、風俗画の得意なジャンバティスト・グルーズの作品から、特に影響を受けた。パリで16世紀イタリアの巨匠、コレッジョやクイドレーに、ティツヤーノ・ベチェッリオの作品を模写して修行し、 ザクセンの外交官たちの援助を受けた。セーブル焼きの工場で陶器の絵付けも行った。パリ時代に故郷をシェーナウにちなんでヨハン・エレアザル・シェーナウと名乗るようになった。シルベストルらに紹介されてフランス王室にも知られるようになり、皇太子から注文も受けて風俗画を描き人気のある画家になった。1770年にドレスデンに戻り、 ドレスデンの美術アカデミーのメンバーとなった。1773年に、マイセンの陶器工場の絵画学校の校長になった。1774年に、美術アカデミーの風俗が人物画の教授になり、1776年に、美術アカデミーの校長をシャルル・フランソワ・ユタンが没した、後に、ジョバンニ・ニバティスタ・カサノバと共に校長となり、1795年に、 笠の場がなくなった後は単独で校長を務めた。ありがとうございます。